あの人の現在。東幹久、現在何してる？芸能人は歯が命のキャッチフレーズで有名になった俳優の東幹久さん。長身で端正な顔立ちをされているのが特徴ですが、現在顔がおかしいと言われていますね。若い頃との差が激しいとまで言われていますが、一体どのように変化してしまったのか迫ってみたいと思います。90年代を中心にご活躍された東幹久さん、20代はバリバリ正統派2枚目俳優としてご活躍されていましたね。30代からは3枚目や振られ役などをこなし、今までとは違った路線でご活躍されていました。そんな東幹久さんも現在49歳です。最近ではお見かけする機会も減ってしまい、どうされているのか気になりますよね。そこで調べたところ、やはりドラマなどの俳優業に関しては年に数本ご出演されているだけで、一時期に比べると減られていました。しかしコメンテーターとしてはレギュラーとしてご出演されているようです。例えば静岡のローカル番組になりますが、イブアイ静岡の月曜日を担当されています。また大の競馬好きであったことから、2017年から BS11 で放送されているBS11 競馬中継サンデーにもご出演されています。この他にもウェブドラマやウェブテレビなどでもご出演されているようですね。90年代正統派2枚目俳優としてご活躍されていた東幹久さん、その当時と比べると現在テレビで拝見する機会が減ってしまいましたね。だからこそちょっとした容姿の変化が話題に上ってしまいます。ついには整形疑惑まで浮上してしまいましたが、整形した確証はありませんでした。しかし疑いを晴らすのも難しく、現状はグレーという感じです。